30分と迫ってまいりました。今日も早くから神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、こんにちは。スワローズスタジアム DJ パトリックです。 Welcome to 神宮スタジアム everyone。 そして僕の隣は東京都スワローズマスコットライブタラン、つば九郎です。 OK、 つば九郎、それではハカお願いします。あ、じゃないです。ちょっとラグビーとは全然関係ありません。詳しくは後ほど説明したいと思います。さて、神宮でのね、スワローズのホームゲームもあと残り2試合となりました。今日のチケットソールドアウト、満員の神宮球場でスワローズはどんな試合を見せてくれるのでしょうか。今日集まってくれたスワローズファンの皆さんで、ね、スワローズを盛り上げていきましょう。応援よろしくお願いします。スマクロもよろしく。まだ固まってます。レフトスタンドのスワローズファンの皆さんも声援を届けてください。内野スタンドからも応援よろしくお願いします。そしてライトスタンド応援なる皆さん、コンディションいいですか。今日の力強い応援のリードよろしくお願いします。 Thank you。 今日も読売ジャイアンツを迎えてのゲームとなります。ジャイアンツファンの皆さんもようこそ神宮球場へ。皆さん早くから来ていただいてどうもありがとうございます。共に気持ちいい声援を送って試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。さて、スーパーカラービジョンでもご紹介しますか。本日はレクサスナイターでお送りしていきます。本日球場正面にあります特設ブースの方ではですね、8月に発売された新型 RX300 を展示しております。映像の方で、皆さんどうぞご確認ください。球場を来た時にね、もう皆さん見ていただいたでしょうか。まだという方はこの後18時30分、午後6時30分までやっておりますので、ぜひチェックしてください。そしてお近くのレクサスディーラーにもお越しください。つば九郎はこのレクサスの黒のかっこいいユニフォームを着て登場しております。ハカは見せてもらいますね。はい、ということでつば九郎の勝負いきましょう。さあ、スーパーカラビジョン2マップ、昨日はドタバタしていましたが、そんな中、昨日はね、三輪選手の引退セレモニーが土砂降りの中行われて盛り上がりました。松本選手がプロ初ホームランを打ちました。2年目の松本直樹捕手、ライトに飛び込むプロ第1号、見事なホームランでした。おめでとうございます。そしてありがとうございます。はい、神宮での試合も残りあと2試合となりました。そうです、いずれもジャイアンツとのゲームとなります。京都28日となります。つば九郎、10月からはニート状態ですと。そっか、スケジュールがちょっと空いてしまいましたか。はい、ちょっと暇だったのでマイナビでいろいろ調べてみました。時給は山田選手ぐらいで、うん、この辺りで、この辺で17時から22時ぐらいで、はい、適度に休憩があって、適度に休憩ね、はい、まかない付きで、あ、これはもう絶対マストですよね、つば九郎ね、はい、適度に忙しくて、適度に楽で、検索してみました、マイナビで、もう山田選手の時給でありませんでした。せがしない世の中です、ね。というわけで、週末の競馬で頑張りますと。そうなんだね、はい、闇はしません、はい、お願いしますということで、10月スマグロ頑張ってね、はい、ぜひスマグロのブログでその状態をチェックしてください。お待たせいたしました、両チームスターティングラインナップの発表です。大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりセンチュラルリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対